高い夢を見てた。遠い空の下で風は足早に過ぎては消えた。ふとした時に振り返れば空っぽの心に届く歌、毎日お疲れさん、お勤めご苦労さん、畑で発想もほい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 、毎日お疲れさん、お勤めご苦労さん、畑で遊ぼうほい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 。1月26日金曜日、畑でやすぼスタート風にやられております。協力助っ人今日一人、島の風さん来ております。早速焚き火始まっております。焚き火始まっております。今日はおでんを作る予定です。カメラの方に煙が充電的に来ております。はい、お待ちかねの皆さん、お待ちかねのイノシシ被害出てます。イノシシ被害出てます。豪快にやられております。こっちもやられております。こっちもこの耕してくれたと言うべきか。はー、やってくれたね。やってくれました。こういう感じ。菊芋を植えたところ、ここですね。菊芋は食わないくせに掘るんですよね。もうすごいです。この月のクレーター並みのこの嵐をやられましたね。はい、一方こっちは風にやられてる。
Thank you.
Thank you.
料切れですか。燃料切れです。アルコール切れ。休憩線ですか。休憩です。熱いお茶とコーヒーはどっちがいいですか。先のある人はいらないですね。神経質です。ザーッと少量で神経質。味が染み。柔らかくなってから出す。今、阿部さん、キュウリ買ったから。これ今日はね、79。これあの、これハゼの木やからね、風。ああ、これあの負ける人は負けるよ。ああ、ここ、これ取っても、枯れ取っても負ける。負ける人は負ける。避けといて。信玄のところから、毛利さんから持ってきたわけや。たたりがある。それがね、この間行ってね、中まで入って、木を拾って帰ろうと思ったの。出られなくなったの。出口が分かんなくなったの。で、ぐるぐるさ、何周も回って出口が分からなくなってやる。ここで？うん、そこの奥で。でね、なんか持って出るから悪いんだと思って、木離したら、入り口がここあって見える。出た。ちょっとね。そうでしょ？持って出るから。昨日寝る前にひらめいて、焼きバナナとか作ってみようかなと。どうぞどうぞ。ラカセイさん出たよ。あったあったあった。じゃあ私も、炭になってからこんなとこから木持って出やがってって、これは下に落ちたやつだけど、うん、それで怒られたんだよ。もう分量が分からんけん、濃い味も薄い味もあると思うよ。薄くして、薄くして。だからえちゃん、茹でないと出汁を入れたらいかんって今話をしてたね。いや、もうそんなことは今してたね。
ると思う。